こんにちは、ジェイブ明石家でございます。今日はワゴン R ですね。多分ね FX だと思うんですけど、ちょっとメーカーさんの方が今日お休みなので、昨日今日とお休みなのでグレードの確認できませんので、ただまあ大体 FX だと思います。プライバシーガラスもついてますしね。大きな傷って言いますとですね、左側のここですね、ちょっとタッチペン跡があるんです。ここにこれタッチペンをね、今どうか取らないかをずっとちょっと考えてるんですけども、取ったらやっぱりちょっと線傷がかなり大きく出てくるんじゃないかなと思うんで、このままにした方がわからないかなという感じですね。正直磨き入れてる時で初めて気づいたんで、まさかまさかの、そんなところに傷があるとは思っていませんでした。他はちょっとねそんなに傷ないと思いますんで、後ろの席から前席、フロントの席を見た感じですね。こちらが目線になります。よいしょ。あとフォグランプ付きなんですね。ライトレベーザーフォグランプ付き、55,186kmですね。こちら多分、メモリーナビですね。それとワンセグになります。ETC 付きです。PLS ですね、こちらの。あとは電動格納ミラーですね、という感じです。磨きも内装も全部終わってますんでね、いつでも見に来てください。レザー調のシートカバー、こちら付いてます。で灰皿があったんで、中に1本だけタバコがありましたんでね、タバコ捨てだと思いますという感じです。こちらですね、ちょこっとここ破れちゃってますんで、はい、気になる方はお辞めになっていただいた方がよろしいかなと思います。まあ、全体的に綺麗なお車ですね。かなりね、あの洗車とか気にされてた方みたいで、ワックスやら何やらかんやらで車内の中に、ね、いっぱいあったんですけどね、あまりにも塗りすぎちゃって反対に汚くなっちゃってたっていう状態なんですけども、それをすべてきれいにしました。エンジンルームです。目指しフォグランプ付きなんですよね。ルーフの方も、問題なし。昨日ちょっと雨降っちゃいましてね、もうごめんなさい。あと車検が31年3月までありますんで、ちょっと1年どっかで1年っていうかどっかのタイミングでね、車検取れなかった時期があるみたいで、はい。あとこちらですね、純正のアルミホイールで黒なんですよ。なんかちょっと珍しいですね、初めて見たんですけどね。自分で塗ったっていう割にはっていう感じでもなさそうなので、多分純正品だと思います。そうしましたら車買い取り専門店 J ボーイ明石店です。0789393070になりますので、カーセンサーにも掲載させていただいてます。掲載させていただきます、これから。お客様のお問い合わせお待ちしております。失礼いたします。